あの人の現在。中日ドラゴンズに所属しているネオ・アキラ選手、かつてはスーパー中学生と呼ばれ注目される選手でしたよね。そんなネオ選手も中日ドラゴンズに入団し活躍を期待されていますが、あまり成績を残せていないようです。今回はそんなネオ・アキラ選手の、そして現在の姿などをご紹介しましょう。ネオ選手はピッチャーとして成長過程におり、現在は制球に苦しんでいるように見えます。今年2月のキャンプでもフリーバッティングに登板していましたが、コントロールに苦しんでいたということですからね。しかしそこから1ヶ月強の短期間で、3月下旬にはウエスタンリーグで投げられるまでに調整していました。しかし4月にはまた制球を乱し、フォアボールが多いというのが現在の課題でしょうね。それでも最近の試合ではコントロールに苦しみながらも点を取られないピッチングをしているということ。2023年6月からの成績を見てみましょう。6月4日広島戦、4回被安打2、四死球0、自責点0、失点0、防御率 2.11。 6月13日広島戦、5回3分の1、被安打4、四死球4、自責点5、失点5、防御率 3.38。 6月23日阪神戦、7回、被安打3、四死球3、自責点0、失点0、防御率 2.67。 7月5日オリックス戦、7回、被安打6、四死球2、自責点2、失点3、防御率 2.66。 7月14日ソフトバンク戦、6回、被安打1、四死球7、自責点0、失点0、防御率 2.31。 以上のような近況の試合の結果ですが、被安打などは少ないという印象ですね。しかし四死球が多く、制球が安定していないというのが分かります。まだ一軍での投球はなく、ファームでの結果ですが、着実に成長しているのは分かりますよね。片岡二軍監督は、キャンプが終わった後はバランスも崩れていたが、以前のような制球力の悪さではない、スリーボールツーストライクが多かったが崩れそうで崩れなかった、制球が悪いなりに投げられるようになってきたと評価していました。また直球の質、力強さという部分では評価しているようで、成長を実感しているようですね。ネオ選手本人は四死球が多いところを反省しているようですし、先制点を取られていることを悔やんでいるようです。やはり先発ピッチャーとして勝てる投手というのが目標ということで努力しているのが分かりますね。先発した試合では未勝利ということで、やはり勝ち星は欲しいところだと思います。それでも着実に一軍昇格の時期は迫っていると言えるでしょう。ネオ選手としてはいつ一軍からのお呼びがかかってもいいように万全な状態を保つしかありませんよね。まだ23歳ですし、これから中日ドラゴンズを背負っていく選手なので、今のうちにしっかりと体力をつけて精神面も鍛えてほしいと思います。そして息の長い選手として活躍していってほしいですね。最後までご覧いただきありがとうございました。